優勝したのは鳴門教育大学附属小学校に通う花岡健さん、小学5年生です。花岡さんは今年3月東京都で開催された英語読み上げ算の全国大会で優勝。全国から集まったおよそ196人の参加者の中から小学4年生の部で日本一に輝きました。英語読み上げ算とは、英語で読み上げられた1から13桁の数字をそろばんで計算し、答えの正確さを競うもの。出題された26問中23問正答するという好成績を残しました。優勝を目指して頑張ってたので嬉しかったんです。英語読み上げ算を結構力入れてるし、英語読み上げ算が好きやから、これからずっとソロワンを続けていって日本一を取りたいです。